捉えきれませんと同時に試合終了。4対0トッテナム勝ちました。大差での勝利です。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。トッテナムとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。トッテナム4点差をつけての勝利です。Gracias.